って言うとね、以前マイナー野菜オールスターっていうのをやって、でそれでピザをやりましたね。あ、マイナー品種、マイナー野菜、レア野菜って言ったりしましたけど、今回それの根菜バージョンです。よいしょ。で、まあ、たまにね、見かけるような野菜ではあるんですけど、まあ、私まだ食べたことがないなっていうようなやつをチョイスしました。で、これがね、ヤーコンです。アンデスの雪ヤーコンっていうやつです。近所で、ヤーコンを力入れてるような、そういうグループがあるみたいなんで、はい。ちょくちょく、スーパーとかでも置いてあるの見かけてたんですが、あんまりあえて食べる機会があんまなくて、で、こうね、いろいろ袋に書いてあるんですよ。野菜の中で最も多く、フラクトオリゴ糖を含みます。フラクトオリゴ糖ですよ。何のことでしょうか。ちょっと後で調べますね。これもう、もう先にこういう説明するより、もう作って食べながら調べればいいってこと最近気づいたんです。後でやると。あと、なんか ポリフェノールは赤ワインと同じ程度の含有量だそうですね。そんなこと言い出したら、ごぼうとかもそう、なんや、なんかかなりポリフェノールありそうですけど。お菓子作りの甘味として、細切りにして、酢の物やきんぴらでって書いてあるんですよね。そんな甘いんですか、ヤーコンって。そもそもヤーコンって何なんですか。まあ、とりあえず、なんか、やりながら、うん。でね、これ、オールスターって言ってるだけあって、これで筑前煮をします、今回。根菜の、レア根菜の、筑前煮。これ、菊芋ですね。フランス菊芋って、これ、ヤーコンのグループが作ってるやつですけど、まあ、いわゆる赤菊芋ですね。これ以前、赤菊芋のお味噌汁で紹介したやつ。と、まあ、一緒か似た品種だと思うんですよ。菊芋前回ちょっと、今一つ掴みきれなかったので、今回筑前煮にしてもう一回、どういうやつなのかを確かめた。で、これだけだと、いわゆる麻雀っていうところのこう、ちょっと役が足りないんですよ。ヤーコンで筑前煮しましたって言っただけではね、ちょっとあれなんで。菊芋と、これ、金時人参ですね。で、こういう、これ本当に金時人参なのかもちょっとよくわかんないですけどね。これ、袋に金時人参とは書いてないんで、金時人参と、普通の人参の、間みたいな品種あるんですよね。そういうやつかもわかんないですね。これはね、約つかないんで、麻雀で言うところ。で、これまあ、レアですね。京芋って書いてるんですけど、これ、タケノコ芋とも言われます。僕、京都出身なんですけど、エビ芋とかは効くんですよ。京野菜として。割とあります、そういうの。京芋っていう京野菜があるのかって言われたら、うん、これちょっと違うみたいですよ。宮崎県で、ほとんど作られてるそうで。で、京都の料亭みたいなところで使ってほしいっていう、そういう、思いを込めて京芋ってしたらしいですね。これ面白いですよ。タケノコ芋と言われてるだけあって、これ、タケノコっぽいです。ここの、皮の部分が。里芋も、引き伸ばしたらこういう感じになってんでしょうね。このタケノコっぽく。言われてみれば。エビ芋とか里芋って。うん。毛深いからあんまわからないですけど。これ綺麗な、本当にタケノコ上伝で、触ってもね、これタケノコの皮っぽいんですよ、ここね。うん。全然違う植物なんですよ。うん、でも似てます、確かに。京都出身だけども全然これ食うたことのない京芋というやつ。全然ちゃうやないかと。関係ないやないかと、京都さん。って言います。で、これ小芋ができないんですって。親芋なんですって。うん。だからこんなに大きくなって、もっとこう、長いやつもありますね。そう、面白いやつ。うん。まあ、利用価値があるんだったら、どんどんこれ、全国的に有名にしていってもらってね。はい。いいと思うんですよね。あと、ま、普通にごぼうとか、まあ、これレンコンですけど、あと、ま、そうですね。こんにゃくとか、こういうの入れて、筑前煮にするという。根菜よく言うと、根がつくって言いますからね。はい。意味わかりますか？うん、僕はあんまりよくわかんないですけど、根菜食うと根がつくって言うんですよね。頑張れるっていうことです。まあ、材料が多いですので、まず、まあ、これね、順番が大事なんですよ。乾燥しいたけ、これをお湯で戻します、最初に。で、その次にこれは、タケノコ芋、京芋ですね、まあ、初めて私も触ったんですけども、まあ、青首大根並みに、まあ、太くて、でね、あれ結構カタカタですね。で、本当に綺麗な皮をしてます。で、どれぐらいアクの強いものかわからなかったので、
まずこれは下茹でするために、まあ、最初に切ってますね。はい。でもう火にかけてます。はい。まあ、こういう順番ですね。段取りですね。で、これ人参です。はい。皮むいてるのはもう軽くです。はい。あえて乱切りにしています。で、菊芋に関しては、今洗ってるんですけど、たわしでゴシゴシこすってます。そうするともう泥だけじゃなくて、薄皮も取れて、皮むかなくていいですね。あのまま一口サイズに切っていくっていうこと。でまあ、皮、あんまり気にならない芋ですね。菊芋はね。で、これヤーコンです。これもきれいにたわしで洗って、で、乱切りにしてるんですけど、触った食感は、本当にね、なんかレンコン、穴の開いてないレンコンみたいな感じですね。で今切ってるのがあのレンコンの方です、本当に。エアコンは、まあ、結構ね、ポリフェノールが多いって書いてますけども、はい。ごぼう並みに切ると、まあ、変色すると。今切ってるのがごぼう。これはもう乱切りにしてます。で、ごぼうもレンコンも、アク抜きとかしなくていいです。ポリフェノールなんで。で、あとは、こんにゃく。まあ、後でさっと湯通しするぐらいで、これも今日日のこんにゃくは大丈夫です。そして鶏胸肉ですね。まあ、大きめの一口サイズに切ってます。まあ、筑前煮は材料が多いだけで、別に難しいもんではないですね。はい、タケノコ芋を茹で上がりました。で、はい、こんにゃくを湯通しして、でこれで材料一通り全部出ましたね。で、今、だしパックで、はい。まあ、だしを取ってますね。ここからいよいよ、まあ、火にかけていくんですけども、右側が、まあ、寸胴ですね。鍋があって、で、油を引いた中華鍋に、鶏肉を入れてるんですね。ごま油を使ってます。で、そこに料理酒入れてすぐに、蓋をして蒸し焼きにしてます。まあ、焼いて、まあ、味を出してるっていうことと、あとは、ま、臭み飛ばしてるっていうような感じですね。はい。で、そこで下味として、うま口醤油とみりんを入れたらもう即、右の鍋に移してますね。で、鍋を水でちょっと洗いながら、で、もう油とかも、まあ、本当にうっすら、もう一回中華鍋に引いたぐらいで、で、そこに根菜を入れていくっていうことですね。でね、あんまり油を回さないっていうことが大事です。で、今、水入れましたけども、どちらかというと、その食材に汗をかかせるというか、で、後入れで油、ごま油ちょっと入れましたけど、で、それで即、鍋に移してしまう、右の方の鍋に移してしまうということですね。これを繰り返してます。だから油で本格的に炒めてしまうと、蒸気で中まで、まあ、熱が入りにくくなるっていうことがあるというのが一点。それと、あんまり油使わないで、から入りするような、まあもちろん水分出るんで蒸し焼きになるんですけど、結局そっちの方が香りも、あと熱もよく入るっていうことがあります。はい、まあこの辺は、まあ、鉄鍋を使う利点ですね。はい、で、残りの具材を全部、はい、寸胴の方に入れて、で、しっかりと、醤油、みりん、あとお酒ですね。そのあたりを入れていくと。うま口醤油を使ってますね。まあね、九州の方なんか画面にって言いますから、はい。はい、で、最後、ひたひたになるまで、だし汁を入れて、で、これ煮込んでいくということです。まあ、最後、お砂糖で味の調整をしてます。で、落とし蓋をしながら、まあ、たまにこうやって揺すってですね、まあ、煮汁を回しながら、煮詰めていくという。筑前煮は日本人のソウルフードです。一回ね、途中で寝かせて、で、冷ましてからもう一回、一気に、まあ、汁気飛ばして、で、頑張って鍋を何回も振ってですね。
で仕上げてます。はい。まあね、こういう根菜、あんまり、普段使うことないんですけどね。うん、まあ、地域性あるみたいですね、こういうのって。うん、あと、まあ、とりあえず、つべこべ言わずにちょっと、一個一個試食していきます。はい。その前にちょっとつべこべ言うと、これ、この器ね、これも笠間ですね。はい。セレンノアさんっていう、なんかね、セイン神みたいな、方です。はい。すごいかっこいい、背の高いイケメンの人で、うん。セレンっていう、セレンノア、名字がセレンなのかな、なんか元素記号みたいですね。セレンノア、ノアさん。うん。ちょっと調べておきますけど、セレンノアさんは、岡様の陶芸地で、直接こうお会いして、で、実はね、これ、ただでくれたんですよ。ただっていうか、別のお皿を買って、このお皿、ノアさん、セレンノアさんの、作品なんですけど、これすごい僕気に入って、買わせてもらったんですよ。はい。その時に、よかったら、欲しいやつ持ってってくださいって言われて、なぜか、ノアさんご本人、この、鉢気に入らないそうです。これ画面に入れるのにちょうどいいんですけどね。サイズ的にもこの質感も。なんかね、ご本人、なんか知らんけど気に入らないんで、よかったら持っててくださいって言われて。うん。これすごいおしゃれなんですけど、こっち1個買ったらこれついてくるってすごくないですか？そういう、芸術家っていうのは時としてよくわからないですね。本人もよくわかってないと思うんですけど。まあ、とにかくこれから人気爆発するであろうセレンノアさんですよ。ね。私が目をつけた作家さんである時点でも人気爆発すると思いますけどね。てかもう人気爆発してるんでしょうけど。うん。非常に気さくで、いい方でした。いろいろ話しかけてくださって。はい。ね。だから、お父様は、あれなんですよ。カナダ人かイギリス人かアメリカ人なんですよ。もうほとんどわかってない。それ西洋人で。ね。でも、ご本人やってるのは、うん、まあ、すごい現代的な、テイストもありつつ、ちょっと、古い感じ、トラディショナルな感じも踏襲しつつっていうね、こう、モダンと伝統両方、持っているっていう、非常にこう、うん、面白い、陶芸家さんですね。ノアさんのやっていただきます。はい、とりあえず、一個ずつ全部、食べてみますね。なんかね、もうぐちゃぐちゃして、なんか小汚いですけど。小汚いって。うん。どれがどれだかね、ちょっと わかんなくなりかけてるんですけど、なんとか、うん。はい。区別しました。まず、どうしようかな。菊芋。菊芋からいきますね、これ。菊芋。菊芋どれだ？これ。これです、これ、菊芋。ちょっとこれ、うん。前、赤唐辛子の炊き込みご飯の時に、赤菊芋やったんですよね。で、その時は、まあ、味噌汁にして、まあ、そこそこ、食えるなっていう話だったんですけど、その時の印象と全く変わらずですね、特にうまいな、これっていうようなもんではないんですけど、うん、全然普通に食べられてるし、で、ただ芋感はないです、本当に。うん、前回のね、味噌汁の時の方が、まあ、火の入り方がそんなにクタクタになるまで火入ってなかったんで、うん。まだ若干里芋感っていうのは里芋っぽい感じもあったんですけど、今回ほとんどないです。芋感がないっていうかね、芋、実際芋あるんでね、こっち。うん。いや、本当に言えて妙なんですけど、あの時、ズッキーニと一緒に食べたんですよね。うん、なんか、地下のズッキーニみたいな、ほんとそんな感じです。菊芋は、土の中で育つズッキーニみたいなやつ。はい。結論、もう出ました。次、これどうかな？タケノコ芋。はい。すごい。なんか独特のクリーミーさありますけど、里芋とは明らかに違う。里芋よりも、いや、これかなり火入れて炊き込んでるので、ねっとりはしてるんですけど、里芋のああいう無菌質の粘ってした粘りではないです。はい。
もっとふわっと溶ける感じで、で、あの、ネバネバぬるぬるした感じは一切ないです。うん、ちょっと不思議ですね。で、これ、まあ、親芋しかできないっていう話なんですけど、あの、八つ頭みたいな臭みが一切ないです。うん、親芋ってね、縦まずいんですよ。味が大味だし、土臭かったりとか、なんか、もさっとした味がすごいあるんですよ。まあ、正直あんまうまくないんですよ。小芋の方が絶対うまいんですよ。これはね、小芋ができずに親芋だけっていうことと、あとやっぱりこう、宮崎県が、まあ、全国に高級食材として売り出したいっていうような意気込みもあって、本当に上品です。風味もう一切そんな、あの、やぼったい風味一切ないですね。あんだけこう、繊維質だったからちょっと硬かったんですよね。切るときは、うん、かなり硬かったです。まあ、里芋とか、まあ、親芋になってくると、まあ、確かに硬いのはあるんですけどね。それでも、まあ、しっかり火入れても、煮崩れない。でも、ちゃんと中までこう、ふわっと火が入るっていうところは、これは面白いですし、あの、いい食材です。はい。香りもなんかちょっと、独特な、こう、クリーミーな風味があって、非常に上品ですね。はい。次、ヤーコン行ってみましょう。ヤーコンね、あの、まあ、ちょっと画面にっていう、こういう割と強引な味付けの、まあ、開き方をしたので、あれですけど、すごく甘く炊いた大根みたいな味がします。うん。大根、普通の大根なんかよりももう、もっと甘いです。で、みずみずしさと、あの、食べた時のこう、感じですね。うん、食感とかは、うん、大根っぽいですね。何なんだろう、ヤーコンって。ちょっと後でしよう。不思議です、これ。うん、もうちょっとね、あの、あっさり炊いてシャキシャキさせてもいいのかもしれないんですけど。ちょっと今度また炒め物かなんかに使ってみたいですね。はい。で、まあ味分かってますけど、ちょっと金時人参もね、ここせっかくですから、まあ他のやつもちょっと食べてみます。金時人参甘いです。ちょっとまあ、柔らかすぎるぐらいの感じで。お正月よりも甘いです。おせちとかに出てくる金時人参はもう少しこう、ね、まあ、こんな炊き方しないと思うんで。はい。まあ、でもね、九州の方とかだったら、あの、おせちに画面にお重に詰めたりとかね、ありますからね。あと他のやつもちょっとちょいちょい食べますね。とにかく美味しく炊けてますね。はい。これ鶏胸肉ですよ、やっぱり。もも肉でなきゃダメっていう人いるかもしれないですけど、僕はやっぱこの胸肉、ね、うん、あの火の入れ方、真似してください。完璧にうまく、はい、いきますんで、非常に、風味も、あとこのふわっとした柔らかさ。うん、今回収穫だったなと思うのは、これかな、これすごい良かったです。うん。もうちょっとなんかこれね、使ってみたいなと思いました。小芋と、飽き合わせて、こうぶつけたいですね。こっちがどうなんかみたいな。いいですね。煮崩れしにくいっていうのはやっぱり一つ特徴でしょうね。この人はね、まあ体にいいんだっていうことがまず一つかな。あとはまあ、他の食材一切邪魔しないんで、変な風味とか一切ないんで、そういう意味ではあの、ちょっと食感違うものがちょっと入ってるっていう、ペイントにすごくなります。ヤーコンはね、ちょっと甘いし、で、この甘みっていうのは、ちょっとね、なんとか甘味料みたいな感じも若干するんで、ちょっと好き嫌いあるかもしれないです。ヤーコンは。うん。炒め物にちょっと挑戦します、今度。はい。ということで、はい。以上です。ちょっと待って、ヤーコンの話ですね。ちょっと待てよ、これ。ヤーコン。スマランサス族か。うん。なんか最初、アマランサス族に見えて、おいと思ったんですけど。多年草、ネギ、フラクトオリゴ糖。うん、これはよくわかんないです。フラクトオリゴ糖は。で、梨のような食感と甘みがあり食用にされる、ヤーコンアンデスポテトと呼ぶ例もあるが、アンデス産のジャガイモと紛らわしく不適当であると。ちょっとお怒りですね。ひまわりに似た花を咲かせる。ああ。まあ、菊花ですからね、ひまわりもね。で、根は開根型の貯蔵根となり、さつまいものように肥大するが、では根なんですよね。さつまいもと、まあ、似たように。さつまいもは全然違いますもんね。菊花じゃない。生殖器官としては機能しておらず、これだけ植えても実は出ない。だそうですよ。うん。だからそこが、ただしダリアと異なり、地下茎の
根は、開根状に発達、これ単独でも発芽して成長することができる。ダリアと同様、開根状に地下茎とセットになっていると。だから地下茎の中の貯蔵期間だってことですよ。食用としての伝統は日本では浅いと。食材そのものとしてよりも、豊富に含まれるフラクトオリゴ糖が乳酸菌の増殖に寄与すると。プロバイオティクスの成長作用、作用メカニズム不明の血糖値抑制効果などがあると。とりあえず茨城大学農学部が頑張っていろいろやってんだよという話。まあ、面白い先生がいるんでしょうね。エアコンに火をつけた先生がね。フラクトとは、フラクトース、果糖のことで、ああ、そうなんや。フラクトースのオリゴ糖ってことね。あ、意味わかった。フルクトースじゃなくて、フラクトオリゴ糖ね。まあ、吸収されないんだったらね、割といいんじゃないでしょうかね。もうさも知ってたかのように言いますけど、フラクトオリゴ糖っていうのはあれですよね。つまり、ヤーコンっていうのはね、こう、フラクトオリゴ糖が、まあ、すごい豊富なんですよ。これは、消化されないですね。フラクトっていうのが、フルクトースですね。果糖のオリゴ糖っていう意味ですね。皆さんご存知の通りだと思いますけど、ね。そういうことみたいです。適当に編集してうまいことをつなぎます。まあ、とりあえず美味しかったです。フラクトオリゴ糖も、摂取できて本当に良かったです。もうね、あとこれ、ちびちび食べながら。ちょっと、でも今日はもうこれ3本撮りなんで、本当にお腹いっぱいです。これもいいわ。フラクトオリゴ糖ね。